TKO です。イエイ、よろしくお願いします。はい、もう照れることなく始まりましたけども、よろしくお願いします。また1週間経ちましたよ。早いですね、水曜トークやってると。はい、まあ、この間もですね、2本上げさせていただきましたけども、コント赤ちゃん、あんだけ恥ずかしい思いして回ってないってことが一番恥ずかしいんですけど、まあこれから、ね、後伸びをすることを祈りながら、ね、まあ、面白いコントなんで見ていただきたいと思います。そうそうそう、これちょっと言いましたけど、7月入りましたよ、とうとう。早いもんでね、これ。7月入ったらもうあと1ヶ月でツアーが始まる。始まる。だからもう今はもう空いてる時間を毎日ここに来て、ネタ打ち合わせ、ある程度ネタの骨格はできてきたから、今はようやく合わせ始めてる感じね。はい、はい、もう楽しみにしていただきたいんですけど、ええ、この前、告知しました、50組100名の、終わりました、抽選。はい、すいません、終わりました。たくさんご応募ありがとうございました。ありがとうございました、もう4万件ぐらい来ましたか。ええ、ほら、笑うたらもう嘘とバレるやから。すいません、正直すぎる。それでもまあまあ、はい、結構本当にくれって思ってた以上にありがとうございます。本当たくさん来ましたけど、その中で、日曜日にもう返信しております。はい、当選した方は、なので、まだちょっと来てないよいう方、もう一度ちょっとチェックしてください。まだ帰ってきてないのにも何件かあるみたいなので、はい、帰ってきてやり取りして住所も聞いてを発送するという流れなので、ちょっとその手順は必ずしますんで、一度確認していただいて、もし入ってない方は外れちゃったので、買ってください。本当お願いします。マジでお願いします。3500円です。うん、前売りね、前売り券3500円、はい、当日4000円です。うん、面白いです。安いです。本気です。1話を見てください。本当に、1話、ドラマの1話、我々の中ではドラマの1話、もう1年通しての1話目を見てください。本当に大阪会場を、8月の分で言うと、岡山も結構買っていただいてたんですけど、あんまり伸びてないところもやっぱりありまして、どうしようっていう、むやむやを送ってない。その会場はそこはぐらいのね、ぐらいの気持ちに、打ち上げだけしようって狂ってるでしょ、それはやるんです。何人か連れて、その来てくれた入り口でごめん言ってやめたんや言って、飲み行こうって言ってまあまあ、その人たちが納得してくれたらなんとなくそれは OK やった。ほんで、やった体にしてくれ。そう、設定は口頭で、はい、言うていくんで。前代未聞や、そんな。そうなら本当に、いやもうね、はい、もちろん、手売りしに行ってでもお客さんに入ってもらおうっていう気持ちなんで。そうなんです。ね、でもその前にやっぱりあらかじめどれぐらい買っていただけたかっていうのはやっぱ把握したいから、ぜひお願いしたいんです。お願いしたいんですよ。はい、子供いるんで私行けないとか言う、もう全然大丈夫。もう大丈夫、泣いてもええし、本番中泣いたら、あやすね、あやすよ。ネタ行ったら止めて上がってきてもうて、うん、もうめっちゃおもろい、うわーとかブラブラブラとかやるから、それそんなもライブイオンの余興みたいになってる。いや、いいよ。だからそこで足を止めないでってことです。そう私一人やから行けないとか、はい、いっぱい行きましたよ。そう、もうそこそんな止めないで、もう勇気持ってきて、とりあえずなんとかなる、一回来てみてください。ほんで、そこで何かこう見たもののなんか途中でトラブル起こったら、もう一旦止めて、みんなで解決法を探りましょう。うん、そう、現場で、なんとかなるよ、なんとかで、後ろの二人の額二人とも取れたんや。それ結構コメントで反射してるだの、立ち位置逆だのっていろいろあったじゃないですか。ほんで、どうしようかな、それ一回話し合った方がいいなと思ったら、ある日突然パッて来たら二つともガーンって落ちてた。ほんなもうどけとこうか、まあ、ちゃんと立ち位置通りになってたこっちやろみたいなもんで、あれ、念が届いたよね。あ、そうか、皆さんこっちやーい下おったらほんまどうなってんねやろぐらいのタイミングパーン落ちてたから、外しとこうということで一旦外させてもらいました。はいはい。で、品川トーク、白川庄司さんとのトーク、はい、まあ、これも面白かったですね。胸熱トーク、うん、やっぱこういうことって今思ってんけど、
品川庄司と YouTube でもやってないと22で話すことなんて絶対ないもんな。なかなかそういう企画はテレビではないし、難しいよ。じゃあ居酒屋行こうか言っても4人で絶対行かへん。ああ、それはあるよね。コンビコンビで行こうかとはならへんわな。そう考えると、うん、YouTube のパワー、うん、そういうカメラを置いてここで配信するっていうだけでお互いが集まるというね、うん、スケジュールわざわざ忙しい中お互い開けてね、はい、向こうが来てくれるっていうのはこう YouTube の良さやな、面白いなっていう実感を最近湧いてきました。本当に痛感してる、うん、それをコメント欄なんて読みながら感じてるんですけども、はい、ちょっと待ってください。え、何、気持ちよなってんちゃう最近。どういうこと。なんか YouTube 初めて、うん、なんか肯定的な意見ばっかり読んで、うん、気持ちよなってんちゃうか。いや、やっぱり勇気づけられてるし、励みにはなってるよ、うん、もうほんまちょっと気合が足りないんじゃないですか、ね、と俺は自分自身にも言ってますよ今。そうですか。どうしたの。なんかこうダラダラとこのまんまうまいことやっていけそうですか。じゃあいや、それは違うよ。それは危機感持ってるよ。次の手を打つというか、何か仕掛けていかないととは思ってるよ。でしょ、うん、なんかこう、うん、なぎでしょ今。なんか言いたいことは分かるよ。分かるでしょ、うん、なぎはちょっと極端かもしれんけど、まあ正直惰性に見えてしまってるんじゃないかなっていう危機感はある。ちょっと気合い入れなかなということで、うん、もう今日は嫌ですけど、うん、嫌なコメント読みます。あ、いいんじゃないの。ほんまですか。いいんじゃないの。イラッとしないでください。それはもちろん俺は今そのスタンスでやってないから。何ですか。あ、吸収していくんだっていうスタンスだから。ほんまですか。はい、ほんまです。だって俺結構なんていうの、じゃあ見てくれる、読まへんけど例えば見て、一個一個俺こうやってこんなんスクショしてんねで、ネガティブなやつ。お前ちゃんとネガティブなやつですこれ。そう、なんかちゃんと自分の中で入れてんねん、受け止めてんねや。そう、ほんでそれ何回も見て、それをなんか晒そうとしてるわけじゃないんや。なんかどっかに載せて、違う開示請求しようとかいう思いで通称してるんじゃないの。見せんかったよかったわ。いや、3年前そうやって。違うわ。そんなことしたことあるか。でもちゃんとこう受け入れてるわけですね、素晴らしい。それはすごいと思うんですよ。だからあえてそれをみんなの前で呼ぶことで、うんうん、あ、ちゃんと聞いて息が届いてるんだという思いを、ね、はいはいはい、見ていただこうということで。いいと思います。いいですか、はい、ちょっと気合い入れますよ今日は、うん、まずまゆみ。え、まゆみ。あ、まゆみへ。あたし。まゆみすいません、あたしすいません。まずまゆみ、まゆみへのコメントね。はい、うるさ。でも結構、ほんまにまゆみはそれで、うん、まあね、本当にもともとこの業界に対しては素人やったから、もちろんもちろん右も左もわからない、めちゃくちゃ頑張ってくれてるな、テンパりながらやってくれてる、うん、でも妹の妹やからね、まゆみ、うん、で、お兄ちゃん私無理かもってよく言われてたんやけど、この皆さんのコメントで、まあ正直目に見えてやる気出てるやろ。めちゃくちゃわかるよ。見て、私のファンやいるのハートめっちゃ多いねんけど。やめて。でも励みになってるよな、はい、めちゃくちゃ励みになってる。昨日な、はい、ですか、まゆみと、まあ、めいっ子たちも連れて、うん、ちょっとこう一緒にご飯食べてんか、いいですね、久々にめいっ子だと、うん、YouTube 始めてから初めてやな、あいつらと。子供4人いるんでしょ。子供4人おって、そう、ほんで4人いるんですよ、子供すごないですか。そうなんですよ、はい、でワイワイご飯食べてたら YouTube の話があって、はい、お前ら見てるかって言って、うん、ママ今すごいみんなから応援されてんねんでって言ったら、うん、なんかふって顔見つめ合わして、うん、子供同士で、うん、知ってるも何も家いる時ずっとその話。見て見てこれうれしいな、うん、まあええことやん。いやいや、だって子供は喜ぶよ、びっくりする、うちのママすごいなるやんか。そうそう、まあ、ちゃうねうち。
ならへんの。ちゃうねん子供らもほんもともと後で聞いたら喜んでたらしいわ、ママのことそう書いてもらって。そらそうやね。ところが真由美があまりにも同じとこ何回も見て、こんなん言われてんねん。こんなん言われてんねん。ちょっと髪の毛こうした方がええかなみたいな、いや映ってへんやんかママみたいなこと言われたりで、ちょっとな鬱陶しがってきてんねん、あの子供たち。子供からするとね、そう、自分見てんのは見てんねん。ちょっと抑えながらしないとね、うん、っていう感じ。うるさいってなっちゃう、はい。ちょっとここで真由美も気合をこうグッと入れるためにあの一つ僕から言わせていただきますけども、プレミアム公開ではなくプレミア公開です。ツイッターには全部毎回プレミアム公開って毎回書いてるんですけど、あれプレミア公開ですから。ああ、そうか。そうなんです。確かに。そうなんです。俺も気づいてなかった。俺も気づいてなかったんですけど。私、知りませんでした。でしょ。なんですよ。でも、ややこしい。プレミアム会員とか、YouTube あるんで、うん、ちょっと言葉似ちゃうんですけど、公開するときはあれプレミア公開なんです。プレミア公開。まあ、一応、はい、まあ、言うてるだけじゃあかんなと思ったので、はい、ちゃんと僕は調べてきました。はい。意味が違いますと。同じ言葉と思って使っていたという人も多いようですが、実はそもそもの意味が違いますと。プレミアムは上位の高級などという意味があり、一般的なものより高価なものを指すときに使います。なるほど。一方プレミアは最初のとか周囲のという意味があり、多くは希少価値という意味で使われています。なるほど。また公開日、公開初日という意味のあるプレミアという言葉もあるので、使用するときも間違いようにしましょうと。あ、なるほど、ね、また違うプレミアもあるという。一つ勉強になった、これは。ありがとうございます。最初の的な感じで、ね、そう。いつもあのツイッターでね書いてくれてるのは真由美なんで、はいはいはい、あのこういうところをもう一緒にね、僕も知らなかったので勉強していこうと、はい、いうことです。たまにさ、ツイッターの告知でもな、あのなんかこう、うん、例えばこんなん番組に出れたっていう時にもうテンション上がってもて、うん、そのツイッターの書き方を毎回この文章どこねって送ってくれるやん。はい。うん、の時がその、うん、なんかもう真由美あの公式のツイッターやから、うん、あのちょっとある程度冷静じゃないとあかんやん。はいはい。もう真由美のテンションが200% ぐらい反映されてるから、うん、あの何やに出演しますキラ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 こうこうこうでこんな感じですキラ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 すぐ電話して前にあの浮かれたらあかん冷静にやっていこうって、分かるよ気持ちはみたいなやり取りしてる。ね、その辺も抑えながら、はい、みんなで打ち合わせしながら進んでるんですけど、はい、ちょっとコメント欄、ちょっと我々のこの YouTube に対してのちょっと手厳しい、はい、コメント読みたいと思います。優しいコメントが多いですね、うん、でも非常に厳しい現状ですね。見た、これ見た、はい、っていうことですよ。はい、どうですか。暗なるわ暗なるんです、今日は。ほんま、それをちゃんとこう、はい、読みます、すべて。でもね、はい、すごい必要かもね、こういうコメントが、うんうん、って思えるコメントでしょ、うん、分かるって、俺、分かってんねんって、うんうん、思ってるっていうことは一応伝えさせていただいて、うん、次いきますか、はい、はい。解説以来すべての動画見てます。コメントは肯定的なコメントが多いですが、はっきり言うと多分このままだとどんどん再生回数は減ると思います、うん、再生回数を取るのか自分たちのやりたいことを取るのかは TKO さんの自由なのですが、もし再生回数を取るのであればもう一度手こ入れしてください。頑張ってほしいです、うん、はい、うん、はいしか言われんそうでしょ。はい、本当になんかこうちょっとずれてんじゃないか、再生回数を取るのか、いわゆるそのね、うん、動画という価値を取るのかという、うん、作品を取るのかということも考えた方がいいんじゃないかという。確かにね、難しいよね。でもやりたいことをやるっていうことが、もちろん一番、はい、やけど、うん、そうその需要も求めるのか、見てもらわないと、見てもらってまた次こんなことやりたいにつながっていく、この総合が必要やから、うん、塩梅が絶対あるよね。そう、うん、やりたいことやってるんだだけじゃ自己満足やからな。参考資料も考えながらということなんでしょうけど、うん、議題にします。はい。品川さんが事前に準備してくれたであろういい話をしてくれても、それが膨らんでいなくても、ふう、なるほど、わかるわ、うんで終わっていて正直物足りなかったです、うん、
視聴者側の思い入れがない状態で突然名前が上がる芸人さんの胸熱話を聞いても受け入れるたびにまでに時間がなさすぎてふーんってなっちゃいました。ごめんなさい、はい、胸熱トークだから落ち期待してはいけないと分かってるつもりですし、準備してくださった品川さんは感謝だなと思いましたが、シンプルな言葉で言ってしまうと浅いというか、もしこのスタイルで胸熱トークを続けるならば、もっと編集を凝って話の中に登場する芸人さんの写真を載せるとともに、簡略的な文章文紹介文、品川庄司とどんな番組で共演したかなどを略歴を補足テロップで出したり、感動的な話のハイライトとかそれっぽいビジネス BGM を流すとか、いろいろ工夫する必要があるのかと思いました。編集に頼らない場合はやっぱりもっと TKO のお二人が話を掘り下げていく必要がある気がします。じゃないと視聴者が置いてきぼりになっちゃいます。私は終始置いてきぼり感を感じました。松竹の芸人さんの派閥の、や、吉本の派閥的なことを知らないのが原因かもです。もっと芸人業界に詳しい視聴者さんには刺さる話なのかもですが、偉そうにすみません。それと木下さんが全然品川翔さんに興味を持ってないようにも見えちゃいました。相槌や仕草よく分かりませんが、いつもの TKO のお二人だけのトークの方が面白いなと感じちゃいました。ネガティブな意見でごめんなさい。ありがとうございます。はい、長々と、うん、これは本当に思って書いてくれてるよね。だから僕も気をつけなあかんということを後半書いてました。僕は興味ないように見えてしまう、もっとこういや、そういうことちゃうっていう、いや、なんて言うんでしょうこの相手へ伝える作業もやらないと僕の中で分かってても表現しないと分かりませんから。いや、違うね、まあ、なんとなく木下の性質からすると、まあ、俺のことは置いといてね、みたいな、ね、木下の性質からすると、あの日は、時間が限られてた、それはなんとなく伝わっていて、ね、その言い訳をしたいんじゃないんですけど、でその中で、これぐらいの取れ高をしなか、だからなんかこういうふうに持っていきたいっていうふうの考えすぎてて、あんま聞いてないように見えるところは確かにあったよ。確かに確かに。やろ、持っていかなあかん、早くこの時間内に、うん。ね、うん、こっちの構成とね、うん、時間内でもあるで、よくあの日常の会話でも自分喋りたいことの時俺の話全然聞いてへん時あんねん。そうですか、うん、聞いてるんですよ、うん、聞いてるんですけど、うん、聞いてるふりが下手なんですよ。いや、まあ聞いてないのかもしれない結果。でもあのね、ほんとよく言われる、聞いてるとか、あるやろ、めっちゃ言われる、怒ってるとか、うんうん、って言われるのとちょっと似てるというか、いや俺の中ではなんか分かってんねんけどな、聞いてんのか、え、聞いてるけどってなることがよくあるから気をつけなあかんね。40年近く一緒におるから分かんねんけど、あのそういう時って大概、あ、こう人と喋っててなんかことあるワードがパンって木下の中でフックになって、あ、それで俺、そうそうそう、俺も言いたいことあんねんっていう時にそれパンって頭の中できてしもたら、もうそっからもう俺の話終わるの、ずっとあの、ま、待ってる時間に入んねん。もう今ですね、今です。次行きたいです、次行きたいですもん。これを気をつけながらな、ちゃんとうなずいて。そういうことそういうこと。一旦もう、諦めなかった。一旦もう諦めて相手のターンや。うん、そうそうそう。もう早いね、これが。そうやねん。そうや、案が。あのな、うちも4人兄弟の末っ子の弟おんねんけど、同じこと、あれ末っ子特有のやつ。そうなんかな。そうやねん、そうやねん。もうええねん、お兄ちゃんの話みたいな。もう次俺のターンにさせて。ターンにさせてみたいな。そこがありました。ありがとうございます。だって興味津々は津々やもん。気をつけます。でも、いいですか、次。うん、これまで数々の活躍をされてきた TKO さんに対してどう思うかと思ったんですが、どうしても言いたい、うん、サムネタイトル下手すぎませんか。どういう意図があるか分かりませんが、内容を隠そうとしている傾向が見て取れます。すでに多くの視聴者を抱えているチャンネルなら良いかもしれませんが、現状このチャンネルは視聴者を増やしていかなければいけないわけで、とにかくサムネタイトルで興味を持ってもらうわけにはいけません。ざっくりとしたぼんやりしたワードを並べても興味を持ってもらえないと思います。今回の動画で言えば、なぜこうなったと言われても知らんがなって感じです。恥ずかしい、恥ずかしい。正直見なくてもいいかなってなりました。もっと具体性を持たせて表現の方がいいんじゃないでしょうか。こう先輩からの優しさに品川号泣もらい泣きとか、うん、そもそも胸熱トークなんですから、千原ジュニアさんの回でもそうで、胸熱トークと熱い話で重複していて、さらにタイトルでもう一回胸熱トーク
怪人板尾五次の関係性とかでもよかったのでは。そう思うと木下さん単体じゃ無理とか、こんな嫌われてたとか、たくさん泣きました。この回は具体的でよかったと思います。なるほど。これが木下に痛烈なアンチコメント、その時の木下の反応はだったらどう思われますか。そんな感じですよ。はい、TKO さんから視聴者さんからの誰が言うとんねんとか何様だよと思われるのは重々承知の上ですが、内容は面白いので多くの人に見てもらいたい、これからの2人応援してほしい、なのであえて言わせてもらいました。これ以上口出しするのは気が引けるので、これからは静かに見守らせていただきます。いや、それは間違ってんで、静かに見守ったらダメですよ。あのこの感じで、あの伝わってますからね。僕もこれをほんまそうやなと読んだ時に、なるほどそらそうやと思って、ねえ、何を言うとんねん偉そうにっていうようなチャンネルが今本当にないんですよ。なるほどっていう風なんで、チャンネルっていうのは我々のね思いがないってことね。そうそうそう、スイッチになってないってことですね。そういうこと、そういうこと。だからこっそり言い過ぎたから、ちょっともうこっそりしとくっていうようなスタンスをやめてください、うんうん、ちゃんとこうやって伝えてくれた方がね、うん、僕ら気づくので、うん、いや本当に知らない、今知らないって言ってるのが逃げみたいですけど、でも本当にもうなんかな。そうで、だって木下ある程度知り出したぐらいの気持ちやったと思うけど、それでもこうやって今言われたらなるほどって思うわけやん、うん、そう、うん、なんか俺が知ってる先輩みたいな感じで木本の前でやってたけど、うんうんうん、なんか今もう打ち砕かれた感じがしてるじゃあ誰が知ってんねんって話なんで、俺らおんのよ。でもそういうことやね、もっと具体的に書いていいんじゃないかと、うん、あなたたち何をほんわかな匂わす感じのタイトルにしとんねんという、ほんなら例えば今日やったらこのままここまでだけで判断すると、サムネのあの文言を考える時で言うと、うん、視聴者の人からの苦言、うん、でなんたらかんたらみたいな方がいいってことね。かまさか真由美の家族が、いやいやいや、それまた怒られんで、見ようと思いますかそんなタイトルで見ようと思いますかって言われるよ。そうやな、うん、だから、うん、もうちょっと詳しく、詳しくほんまにこう痛烈なコメントを読みました、うん、で考えたとかね。だからもったいぶった感じじゃなくて、うん、そうそうそう、こんな内容やから見てくださいっていう気持ちよね、多分身がこう、うん、うん、こうなってあのなぜとかもう知らんと、そんなんもう、ね、この興味の出し方ってことやんな、うんうん、もっとちゃんと伝えてってことですから、うんうんうん、これ勉強になりました、本当に勉強になりました。はい、そうやってみんなで打ち合わせしていきますね。はい、いやだから本当にこう受け入れてて、基本的になんやねんって思わずにコメントの方読ませてもらってるんですけど、一個だけ反論してしておきたいこと。いやいやいや、ちょっと前のコメントやねんけど、うん、カメラ何台か置いた時に編集で、タイムライン合わせるために遠切って撮りやん、うん、って、うんうん、いうことをした方がいいですよっていうコメントが入ってて、うん、その人には本当に申し訳ない、それは知ってるごめん、ほんまごめんね。いや、いちいち言い返さんでいいと思うねんけど動機はさすがに知っててずっとあったんや、木本に。それも言おうと何十年もやってきてて、木本絶対やるもんな、動機は。動機絶対やる。毎回ロケの時な。ありがとう、それを言いたいね。俺ね、ロケの時スタッフさんにやらさんと動機好きやから、うん、僕やります。スタッフが動かんというようにタレントがやったら一枚やから、やってるからね。やってるから、うん、同期タレント、同期タレントで有名で、そうやな、それから言わせてもらおうな。そうです、そうです、うん、本当にだから動機だけは知ってますよっていう報告だけさせてください。はいはい、ありがとうございます、すみません。はい、はい、というわけで今回ちょっと辛辣な意見を読ませていただきまして、いいですよ、いいですよ。はい、うん、こうやって皆さんの意見で助けられております。はい、というわけであれも一応言っとこうよ。なんですか。ほら7月入ってから9月のチケット発売してるから、それもぜひ来てくださいね。4月入りましたから、9月までの、9月の、間違わないように9月の場所を、これね、はい、はい、ちょっと見ましょう。9月の場所が富山、新潟、鳥取、山口、広島、岐阜、三重というこの合計な7カ所、うん、1,2,3,4,5,6,7 カ所行きます、うん、ぜひ皆さんチケット、発売しましたのでお買い求めください、来てください。概要欄の方に、入ってますんで、はい、皆さんそこからチケット買えるようになっております。はい、お願いします。というわけで
お菓子のコーナー。それもう忘れてなかったよ。え、あ、何終わろうと思ったん？あ、びっくりした。いやいや、あの前の俺お菓子のコーナー買ってきたのに。ズイムでもうなんかもうやめとっか。あ、いやいや、もうこれ毎回僕がお菓子持ってくるというコーナーに。あ、そういうことね、はい、俺のお菓子はもうなしで。はい、いいですか。僕が紹介するというコーナー。初めて見るわけ。いいです、うん、今日紹介するお菓子は一口メンタチーズもんじゃ。ドラえもん。あ、これ知らん。それとこちら一口ソースもんじゃ。おー、もんじゃシリーズ、明太チーズとソース、ね、もんじゃ焼き好きですか。好きね、うん、もんじゃ焼き、まあもちろん馴染みのない関東以外の方でも、うん、まあ言ったらお好み焼き好きでしょ、うんうん、その感じで、つまり もんじゃ焼き、うん、いわゆるそばのどこがじゃあ好きですか、うん、もんじゃのどの瞬間が好きですか。俺はあのいい頃合いに焦げって、はい、焦げ、うん、これ、あ、そういうことだ、ね、焦げをキュッとした、で一番いいところを凝縮してる、そう、麺のところをキュッとこうした、あーソースもんじゃ、ちょっと食べてください。へー、これそういうことです。知らんかった、はい、こんなあるって。これメンタチーズね。あ、すごいすごい、なるほどなるほど、セブンイレブンから、ちょっとこう麺を砕いてギュッとしたみたいな、そう感じになって、ちょっと置いていきますわ。暗いな、うん、そう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 、ね、なんとなくわかりますかね。これちょっと食べてみて。あ、うわ、ええ匂い、ソースの匂い、そのソースの濃厚な匂い。情けないおじい、恥ずかしい、見てられへんわ、隣に消えた。あ、びっくりした。あ、わーとか言わんねんな、えらいもんだよ。ほんまにびっくりしたやな。ほんまにびっくりした時はこうやってな。あー、びっくりした、もう情けない、おじいちゃん。顔めっちゃびっくりしたやろ。びっくりしたやろ、顔はな。昔は若かった時はうわーとかなんか言うてたで、でもなんか今受け入れてんのかな、その瞬間は。なんどうなんや、もう多分死ぬ前ってあんなんやろ。分かるな、多分なんか死ぬ顔とか受け入れパンとか、うん、大変やねんけど受け入れてるとそう、落ちる時とかどっかからちょっとスローモーションやったな、スローモーションいや、さげない、ほんま死ぬ前ですね。いろいろうまいこといたんわ、ほんま、ね、いただきます。はい、どうぞ。はい、いただきます。最後の晩餐チーズももんじゃね、もんじゃ、うおぉ、うん、おぉ、これはうまい、ほんまにええ感じでギュッ、ギュッてして、シュッ、ギュッ、ギュッとした時のちょうどコロコロワイっていう味、しかも食感もさ、うわ、ちょっとこの、これ食べてください。うわ、これは一軍ですよ、僕の中の明太チーズ、うん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 、おー、うん、これは憧れくるわ、うん、憧れくんね、うまい、こっち最初にドーン、うまいでしょってきて、うん、結構しつこくないね、ソースの方が、うん、うまいでしょってなって、ではっていう感じでいくよ。でも、わかるわかるわかる、わかるやろ、うんうん、でも、こっちは、うん、ちょっと奥入るね、うん、ちょっと奥入るね、ちょっとすみません、ちょっと入りますね、入りますね、入りますって、うまいよなっていうね。そう、これはあの両極端でして、だからこれ2つ揃えんのええわ。結局ね、いつももんじゃ行ったら僕ベビースター頼むんですよ。はい、うん、頼む、上にベビースター、うん、って考えたら合わないわけがないという、これは賢い方法、セブンイレブンやな、セブンで買えますんでですね、ぜひ皆さん一口もんじゃ、いや、これはちょっと興奮してきた、買ってまたちょっとコメント欄の方にこうどうやったみたいなの書いてください。はぁ、ちょっと集まってきた、この俺に上着を脱がすと、知らん知らん知らん、うん、めっちゃ喋ってくる。食べたいわ、それ食べたい、あ、食べたいってことか、はい、ちょっと食べたい、ちょっとほんま、まゆみの意見も聞こうかな、うん、これはうまい、
何マイクの方にちょっと顔寄せて音聞かすためにこう ASMR うわ、めっちゃ美味しい、めっちゃうまいなこれ、うん、まあ、うん、これちょっとやみつきになるし、うん、これさすがにパンってくるすぐくるやろ、すぐくる、でも引きはええやろ、うん、なんかさって引いていくやろ、さって引いていく、うま、目ん玉チーズ、あ、噛めば噛むほどや、そうそう、どんどんゆっくりきょうなんでドヤ顔で言ってんのお前さっきさんざん言うて俺ら言うたやつ私の部分を使ってみたいな、うん、でも最終的にね、これ飲めばチャラならへん言うてんのね、なんてさっき飲めそれベジファーストにせお供にお願いしたいと思いますというわけで、お菓子ははい、またどんだけ食べてんねんって思ったわ、紹介もうこれだけでわかるやろ、うん、また紹介しますんでお楽しみにということでございます、はい、また皆さんどしどしコメントください、お願いします、ありがとうございました、はい、ではバイバイ、バイバイ、シュなんでも馬なってもうた。なんでバイバイ馬なってもうた。それじゃあ